ははは。ハンマーで引っ叩いて、割れた爪を、ボンディックで補修。こんにちは、旦那です。先日ハンマーで引っ叩いて爪が割れましたが、最近引っかかるようになり、ちょっと怖いなーって感じました。怪我する前に対策しておきます。ワクワクすっぞー。ピン株作っている時だったかな？ハンマーで親指を引っ叩いてしまいました。ペコペコになってきてたまに引っかかるようになりました。軍手を使うのも怖いです。荒れている先っちょ少し切った方がいいかな。引っ掛けてむしり取られるのが一番痛そうですね。ささくれ立ってきているのわかりますか？めくれるのも時間の問題でしょう。スポンジヤスリ登場。爪磨きセットってこんなの入っていましたよね。わざわざ買うほどではないので手持ちの道具を使います。予想以上に綺麗に磨けますよ。手触りいいですね。割れ目を中心に全体を磨きました。今まで引っかかっていた部分がなくなりましたよ。しかし削ったのでさらにペコペコと動くようになりました。引っ掛けたら痛そうですね。気になってついつい触っちゃいます。動いているのわかりますか？ブレーキパーツクリーナー登場。爪を補修する前に指で触った指先を脱脂しておきます。私は何を言っているのでしょうか？指先を脱脂して脱脂できるのでしょうかね？わからないので試してみましょう。本当は女性が使うようなレジンを探していたのですが、どこで手に入るのかわかりませんでした。ってことでボンディックで補修します。以前にライコランドで購入したら漏れていたのを、メーカーさんが丁寧に交換してくださいました。洋つべなどに出ている広告の通販は、並行輸入品なので保証対象外だと言われていましたよ。使った。早速やってみましょう。修正ペンみたいに塗るようです。透明なゲル状のものが出てきました。爪の割れた箇所に塗っていきますよ。補修なので周りも多めに塗っておきます。まだ固まっていないのでプルプルした感じですね。感覚として透明な接着剤のイメージです。これが4秒で固まるのだから驚きですよ。あれ？どうやって光らせるんだっけ？スイッチを手前に引くんでした。本当に硬化するのか心配で4秒以上照射しています。画像では真ん中に丸く見えますが、実際はこんなにくっきりと丸は見えませんでした。強いて言えばスイッチの操作がわかりにくいのですが、誤操作防止のためこうなっているんでしょうね。固まったかな？おお、カチカチですよ。ピンセットで叩いた感じもカチカチですね。もしかしたら爪よりも硬いのでは？予想以上の出来に満足しています。ちょっと盛り上がったのは旦那の作業が下手だったからです。念のためもう一度紫外線照射。この時カメラ越しに見て紫外線の照射範囲がわかりやすいなって感じましたよ。肉眼と動画では見え方が違うんですね。爪の脇の部分はみ出ちゃいました。まあいいかな。手触りも悪くない。こんな感じに仕上がりました。これで
懸念していた引っかかりはなさそうですね。念のため表面を整えておきましょう。ネイリストさんになったつもりで削りましたが、思ったほど削れませんでした。かなり硬い印象です。表面を仕上げましょう。手持ちで使う予定のない研磨剤、これでいいかな。すまんかった、年末忙しくって動画のネタが切れました。年末休みはバイクいじり倒しますよ。ワクワクすっぞー。アクリル酸で研磨剤って使うより荒かった記憶があります。自分の指なのでこれくらいでいいかな。多分春までには傷跡消えちゃうでしょう。割れたらまた補修します。次回予告。最後までご視聴ありがとうございました。クラッチ固定しています。この後どうしようか悩んで先に進めません。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。腰下組み上げまであと少し。